左から2番目にロジャエフスキー、右から4番目にブライアビスキー、一番右から秋草春、白系老人事務局の設立の際にハルビン宴会で、1934年12月、白系老人事務局は満州国に設置された白系ロシア人担当の部局。正式名称は満州帝国ロシア人移民局であり、関東軍の講演も受けていた。 事務局長、部長、事務局は1934年12月28日にハルピンに設置され、秋草春が責任者となった。組織は以下の目的を担っていた。事務局には4万4千人以上の白系ロシア人が登録され、1930年代後半には朝の部隊を形成するまでになった。3千冊もの蔵書を持つ図書館と印刷所も所有し、 雑誌、高専アジアや新聞、移民の声を刊行事務局の図書館は、極東におけるロシア語書籍専門のものとしては、最大規模で広く公開されていた。事務局の出版と経営は、プーシキンジュビリー委員会が、教授経済政府の監修の下で、いくつもの価値ある出版物を発行した。また、出版社は、多くの白系商工の回顧録や、 参考人物賞を出版した。ハルピンに建設されたコミンテルンとの戦闘者の記念碑、キシュリチン事務局長時代にはコミンテルンとの戦闘者の記念碑が建設され、1940年11月7日にハルピンの大聖堂広場で着工し1941年6月8日に完成した。1944年まで日本からの資金的援助が行われていた。 ソビエト連邦の侵攻で事務局関係者の身が危うくなると8月13日に日本の保護下で事務局のメンバーはハルピンから脱出日本を目指したものの終戦で38度戦での分断が確定的となり一行は法典で足止めを食らうことになる結果的に全員がソ連赤軍に拘束され1946年から1947年にかけて 反革命裁判にかけられ、多くが処刑内視聴器の懲役刑の判決を受けた。ザロシアンファシスツ、トラジェディアンドハースインエグザイル、1925から1945、1925から1945、P210、ありがとうございます。